半分ぐらいかな。今日はね、太麺の焼きそばです。普通の焼きそばじゃ面白くないんで、この黒亭の焦がしニンニク油、麻油、これを使った黒い焼きそばです。粉ソースをね、半分ぐらい使って、麻油とからオイスターソースで味付けしています。いただきます。あっ、熱い。煮干し粉のね、魚粉を入れてます。あと黒胡椒、からウスターソースを少々かな。焼きそばってね、あの豚骨ソースとかからお好みソースみたいな、ちょっと甘系の焼きそばと、からウスターソースのスパイシーな焼きそばと、ちょっと分かれるよね。これはね、なんだろう、ニンニクはね、全然ね、臭くない。で、中華みたいにオイスターソースのね、旨味が効いてる。
別にこの付属の粉ソースを半分にしなくてもいいんだけど、まあ半分使って塩分減らして、そこにねこのマー油とオイスターソース魚粉でね味付けすることによってね、あの余分な塩分じゃない感じ、健康にいい感じだね。この焼きそばってほら、だいたい3食入ってるじゃない？だけどね、3食作ってもね、粉ソースはね、いつも1袋ぐらいしか使わないの。うん。結構辛くなっちゃうんだよね。あの、ソース辛いんじゃなくて、塩分が多いっていうのかな。だから付属のソースを減らして、めんつゆとかね、この魚粉の出汁をいっぱい効かして焼きそば作るの。うん。この間この黒手のね、マー油を取り寄せたんで、早速マー油焼きそばを作ってみました。こんなにニンニク臭くなくて美味しい。うん。ちょっとソース薄めだけど、魚粉と紅生姜が効いて美味しいです。ぜひ作ってみてください。